同心は、ギルバート・ケース・チェスタトンによって1911年に発表された、ブラウン神父を主人公とする推理小説である。ブラウン神父の無知という放題もある。パリ警察の主任にして、世界的な名声を博している名探偵、バランタンは、世間を騒がせ続けている、怪盗フランボーを捉えるべく、ロンドンへ向かっていた。 その途中朝食をとるために立ち寄ったレストランで砂糖入れと塩入れの中身が取り替えられているという事件に遭遇する。興味を持ったバランタンはその後に次々と続く奇妙な事件を追跡し始める。そして最後にたどり着いたハムステッドヒースで彼が見たものはブラウン神父の初登場作品。バランタンの家で開かれていたパーティーで殺人事件が起きる。 高い塀に囲まれた庭の一角で、正体不明の男の頭が切り落とされているという陰酸な事件だった。バランタンが捜査を開始するが、時を移さず外の川で切り落とされた人間の首が発見される。相次ぐ惨事に皆が、冷静さを失う中、パーティーに招かれていた、ブラウン神父が驚くべき真実を看破する。高級秘密クラブ。 新生十二漁師クラブの晩餐会が開かれているバーノンホテル。休時の最後を見取るために、そこへ呼ばれたブラウン神父が事務室で書き物をしていると、奇妙な足音が聞こえてくる。同じ足音が、時にはゆっくり歩き、時には忙しく走っているのである。疑問に思った神父が操作を開始すると、そこにはフランボーの影が、 フランボーが改心した時の事件を解雇するという形式で書かれている。パトニー近くに住むアダムズ大佐の家でクリスマスパーティーが開かれた時のことである。金融業者のフィッシャー卿や大佐の議定であるゴーノー・ブラウントなどが招かれ、その中にブラウン神父も混じっていた。ブラウントの思いつきで皆はパントマイムショーを行うことにした。ショーのさなか、 フィッシャー卿が急にポケットを探り出し、大佐と神父を別の部屋に呼び出した。フィッシャー卿は、あまりに頻繁に盗難に遭うので、飛ぶ星と名付けられたダイヤモンドを持っていた。それが盗まれていたのである。神父は、すぐさま何が起こったかを悟ると、フランボーを説得するため夕闇の中へ駆け出したのだった。 4人もの人間が監視していた建物の中で男が殺害される。恋敵が,が犯人ではないかと疑われたが、4人は怪しい人物は誰も見ていないと口を揃えて証言したのである。探偵家業を始めていたフランボーとブラウン神父がこの不可思議な事件に迫る。ブラウン神父シリーズの中でも特に有名な一編。現代は H.G. ウェルズの SF 小説。 透明人間と同一である。スコットランドのグレンガイル城で、長年狂気の一族と言われてきた、グレンガイル家の最後の末裔、オーグルビー・グレンガイルが消息を絶った。真相を知る者は、耳が聞こえず知能障害のあるメシスカイのイズレール、ガウのみである。調査のため城を訪れた、ブラウン神父一個は、妙なものを、次々と発見する。食材のないろうそく、 飾りのついていないバラの宝石類。箱や袋に入っていない鍵タバコ。正体不明の金属部品。最終的にグレンガイル家の墓を暴くことにした。一行は、看護ケから、首だけが盗まれ城の畑に埋められているのを発見する。この尻滅裂な事件を、神父の頭脳が、見事に解決する。ロンドン郊外に住むレナード・クイントンという詩人が、 自殺した。たまたまそこを訪れていた、ブラウン神父と、フランボーが捜査を行うことになった。傍らには、直筆の遺書があったが、神父はその遺書の形に疑問を持つ。それが書かれていたメモ用紙の一部が、妙な形に切られていたのである。休暇を取ったフランボーは、ブラウン神父を連れて、ノーフォークへ、ボートで旅に出た。フランボーがまだ回答だった頃に、 仇になったら一度訪問してほしいという手紙をそこに、住むサラディン公爵から受け取っていたのである。二人を歓迎する公爵。しかしそこに若いイタリア人が現れ、公爵との決闘を申し出る。公爵に父を殺され、母を奪われたというのである。決闘を開始する二人。警官を呼びに行く羊フランボーは釣りに行っており、 神父がどうすることもできないまま公爵は殺されてしまう。神父はことの点末に違和感を覚え、やがてある途方もない真相を探り出す。ある硬い中でノーマン防犯という宝刀な大佐が殺される。彼の頭は完全に叩き潰されていた。しかし傍らに落ちていたハンマーは小さいもので、頭蓋骨が胴体や地面にめり込むほどの威力で殴るには、 とてつもない力が要求される。一体誰が、どのような手段で彼を殺したのかフランボーが事務所を構えているビルに、太陽を称える、信仰宗教の教祖、カロンが入居してきた。彼には、信者で、秘書も務める姉妹が使えていた。ブラウン神父がフランボーの事務所を訪れようとしていると、カロンがバルコニーへ出て太陽への礼拝を始めた。 神父や群衆がそれを眺めていると、ビルから轟音が轟いた。秘書姉妹の姉の方が、エレベーターシャフトから転落死したのである。姉の莫大な財産が、動機のようだが、カロンは、姉が死んだ時、礼拝の姿を群衆に見られている。では、姉は、どのようにして殺されたのかそして、遺産の行方は数十年前に行われたイギリスとブラジルの戦争。 イギリスの英雄セントクレア将軍は、ブラジルの名称オリビエに、ヤモメ勢で突撃し敗北。将軍は自ら剣を抜いて戦ったが、最後には折れた剣を捨てて降伏した。そして捕虜はイギリスへ返されたものの、将軍は縛り首となった。この事件を、ブラウン神父が生き残った人物の著書や証言、日記などから恐るべき真実を解き明かす。名言。 この葉を隠すなら森の中の原型が登場する作品。イギリスとブラジルの戦争や登場人物は架空のものであり、実在するイギリスの英雄アーサー・セントクレアとは無関係。ほがらかで愛嬌のある事前家として知られていたエアロン・アームストロング卿が殺害された。頭が割られているが、近くに狂気は見当たらない。教の秘書であるロイスに呼ばれたブラウン神父は、 死因は大きすぎて目に入らない巨人の混棒大地によるものだと回答する。確かに死体のはるか上には屋根裏部屋の窓があり、今日の足に絡みついているのと同じロープが垂れ下がっていた。早速その部屋に行ってみるとおかしなものが見つかった。死因は転落死なのにナイフ、ロープ、ピストルが床に散らばっていたのである。さらに、 神父を呼んだ本人のロイスが犯行を自供したのだ。事件の真相はありがとうございます。